こんにちは、今日もですね、仕事をゲーム化するとなぜ成果が上がるのか、解説動画進めていきたいと思います。よろしくお願いします。ではですね、早速なんですけども、この仕事をゲーム化するとなぜ成果が上がるのかといったところで、そもそも仕事をゲーム化するっていうのがどういうことなのか、仕事をゲーム化するためにはどういうふうにして考えていけばいいのかっていうところを今日は解説していきたいと思います。まずゲームなんですけども、ゲームの面白さっていうのはゲームの難易度とそれに対するフィードバック、これによって面白さっていうのは決まってきます。例えば難しいゲームなんですけども、フィードバックがほぼないっていうようなゲームだと、これすごくつまらないゲームになってしまうんですね。反対に難易度が簡単すぎても、それはゲームとしての面白さっていうのは欠けてしまうと。なのでこのゲームの難易度、そしてこのフィードバックっていったところを組み込んでいくっていうところがゲームの面白さに関わってくると。ただですね、ゲームの難易度っていうのは外部環境によってある程度決まってしまうんですね。これどういうことかというと、ゲームの難易度っていうのは結局ゴールの目標の高さとこのルール制約っていうのによって決まってくるので、ゴールっていうのは基本的にはもう決まってるもの、もう行きたいところなので、ここ変えるってなかなかないんですね。でルールっていったものも外部から決められるものなので、自分たちはなかなか動かしがたいと。そうするとここのゲームの難易度っていうのはもうほぼほぼフィックスしてるので、変えれるところっていうとここのフィードバックのところ、ここの量とか質、こういったものをですね、変えていくことでこのゲームの面白さっていうもの自体をコントロールしていくことができると。なので仕事をゲーム化するってなった時には、こことここっていうのはある程度決まってくるので、会社の方でどういうフィードバックをしてあげればいいかっていったところを考えていくと、仕事自体が面白いゲームになっていくんじゃないかなと思います。で今日はここゲームの難易度を決めるゴールなんですけども、どのようにゴールを設定すればいいのかといったところを中心にお話ししていきたいと思います。でまず会社とお客様、顧客ですね、こういった関係性があって、ここの間では交換が起きてます。でどんな交換かっていうと、会社はお客様からですね、売上利益、これ報酬なんですけども、これをいただいていると。それに対して会社は商品サービスを提供する価値ですね。でここを基本的には等価交換って形になっていて、どのように売上利益がどのくらいの売上利益もらえるかっていうのは、どれほどの価値の商品サービスを提供できているかっていったところに関わってきます。そして会社には社員がいます。で社員の方も会社からですね、給与や、技術知識経験といったようなですね、こういった報酬を得ています。どうして会社から社員の方はこういったものをですね、報酬を得られるかというと、行動っていった形でですね、価値を提供しているので、こういった報酬をいただけると。なのでここは常にですね、全てが等価交換になっているので、ここをどうやって高めていくかといったところがゴール設定になるんですけども、そもそも会社の目的っていったところが何なのかっていったところから考えていかなきゃいけないんですけども、会社の目的が何かというと、これはもう一言で言うと経営理念です。経営理念には会社がどうして存在するかといったところが書かれていると思うんですけども、この経営理念の実現といったところが会社の目的になります。そしてこれを時間軸を加えて、いつまでにどうなっていたいかといったものがビジョンといったものになって、さらにこれを落とし込んでいくと経営中期経営計画みたいな形の計画になっていくと。でこれが会社の目指すべき基本的なゴールにはなるんですけども、ただこれですね、経営理念とかビジョンとか経営計画っていった話になってもですね、じゃあ具体的にどういったものを目指せばいいのかっていうのはよくわからないっていう声が多いんですけども、これなんでわからないかっていうと、実は上と下って別物なんですね。会社がどういう価値を与えていきたいかっていったところと、売上利益や給与とかそういったものっていうのをどうやって得ていくかっていったものは原因と結果の関係なので、ここをごっちゃにすることってのは難しいんですね。あくまでこっちがうまくいくとこれが出るっていうことなので、じゃあ目的ってどっちなのっていうふうに考えた時には、やはりこっちなんですよね。どれだけの価値を与えられたかっていったものをゴールに本来は設定すべきなんですけども、ただここで問題があって、問題は上は目に見えない、
どれぐらいの価値がお客さんに対して与えられたのかっていったものは目には見えないんですね。で、目に見えるものは何かっていうと、結局売上利益だとか社員に与えた給与っていったものになってくるので、会社として目標設定、数字として置けるもの、目に見えるものってなるとどうしてもこっちになってしまうと。なので経営をしていく上でゴールの設定ってどうすればいいですかっていう話に対しては、どうしてもですね、こっちを設定せざるを得ないですね。どれぐらいの給与を社員に与えてあげたいのか、あるいはどれぐらいの売上利益を会社として上げていきたいのかっていったものをゴールとして設定せざるを得ないんですけども、ただこれはなんでこれを設定するかっていうと、目的としての経営理念をこの価値ってものに落とし込んで、これがどれだけ伝わってるかっていったものを数値化するだけなので、あくまでこれ数字として、ゴールを設定してるんですけども、目的はこっちっていったものを忘れないようにしていただきたいなと思います。それをしっかりと明文化して言葉に乗せて、社員に伝えるものっていうのが中期経営計画になるというようになります。はい、なのでここですね、この売上利益、ここをゴール設定にしてこれから進んでいくんですけども、じゃあこの売上利益っていったものを、じゃあどのようにゴールとして設定していけばいいのかっていうのが今日の本題です。今からちょっと説明するんですけども、まずこう大きく会社の中には売上っていうものがあって、そこから変動費、まあ、売上原価って言われるものですけども、変動費を差し引くと限界利益、粗利益といったものになります。で、限界利益から固定費、まあ、戦略固定費、業務固定費という言い方してるんですけども、まあ、積極的にですね、売上を上げるためにかける固定費を戦略固定費、で、日々のですね、業務を管理していったりとか、通常より動かしていくものが業務固定費と。で、この限界利益から変動費を差し、売上から変動費を差し引いて限界利益、限界利益からこの固定費を、2つの固定費を差し引くと純限界利益って言われるものになります。この業務固定費の中に人件費は入れてないんですけども、この純限界利益って言ったものを人件費と純利益と税金といった形で振り分けると。このような考え方ですね。で、これに実際に数字を入れてみると、例えば売上が100と。その場合、そのかかった変動費が20であれば、限界利益は80だ。この80から戦略固定費10と業務固定費20を使うと純限界利益は50残ります。そしてこの50のうち社員の方に分配する分を40、会社の方で持つものを7、まあ、国に納める税金を3という形でですね、割り振っていくと。この考え方を、今回のこの本の中でも説明してるんですけども、ちょっと字がちっちゃいですけども、純限界利益図表と、ピュアマージンプロフィットっていうような言い方をしてるんですけども、このような考え方を取る方が会社として、さっきの3つの輪と重なるんですけども、社会に渡すもの、会社として取っておくもの、社員に分配するものと。ここは、会社として絶対に稼がなきゃいけない利益なので、ここに純限界利益といったものを置いて、じゃあここをいくら稼がなきゃいけないのかっていうのを逆算していって、売上高まで持っていくっていうような考え方ですね。で、ただですね、この表はいきなりこの表から考えるというのは実は難しくてですね、もっとシンプルな方法で今日はお伝えしていきたいなと思っています。その考え方はまた一緒ですね。売上高があって、変動費、そして変動費から粗利益を引いて、売上から変動費を引いて粗利益、そして粗利益から固定費ですね。固定費はもう人件費もその他の経費も全て含んだ固定費、粗利益から固定費を差し引くと経常利益になると。で、これもまた中身、さっきと同じ数字出てみると、売上が100、変動費が20、粗利益が80、で、これに対して固定費が全部で70かかっていて、差し引くと利益が10残りますと。そういった計算になります。これ、損益計算書と一緒なんですけども、損益計算書というですね、数字で見るとですね、なかなか会計を勉強してない方にとっては難しいので、こういった形でブロックでですね、会社の利益、収益構造というのを抑えていくといいと思います。そしてここにそれぞれですね、売上高と変動費のこの率、割合ですね、あと粗利益と売上高の割合というのを出していくと、変動費率が 20%、 粗利益率は 80% というような形で率が出てくると。そして聞いたことあると思うんですけども、売上高と経常利益の率を見ると経常利益率と。そしてさらにこれちょっとなかなか聞き慣れないかもしれないんですけども、この粗利益ですね、赤いところと
緑、こことここを比べたものを損益分岐点比率っていう言い方をします。これどういうことかというと、この固定費と粗利益を比べて、どっちが大きいかを比べているものになります。粗利益の方が固定費よりも大きければ最後の利益は出ます。反対に固定費の方が大きければ赤字になってしまうっていうような数字になります。なのでここは 100% より小さければ小さいほどたくさん利益が出ているってことになります。あと一つですね、粗利益と人件費、こことここで割り算をすると労働分配率というものが出てきます。これは売上から外注費とか原価仕入れとか差し引いて、商品そのものの利益が出るんですけども、商品そのものの利益のうち人件費が何パーセントですね、賄っているかといったものを人件費、この労働分配率といったもので表しています。でですね、これを実際に自分の会社自社の損益計算書を使って実際に数字を入れてみてください。そうするとですね、今自分の会社がどのくらいの粗利益率収益性を持っていて、そのうちどのくらい経常利益が出る体質になっているのかっていうのが分かると思います。そして粗利益に占める人件費の割合、労働分配率であるとか、粗利益と固定費の割合、損益分岐点比率っていうのが何パーセントなのかっていうのが見えてくると思います。まずはですね、これを自分の会社の数字を入れて試してみてください、そしてこれ試したらですね、ぜひですね、過去3期分遡ってですね、ぜひやってみてください。そうするとどういう推移で会社の収益体質っていうのが変わってきているのかっていうのが分かると思います。で、これ何するのかっていうとですね、ここの収益体質のこのトレンドっていうのをつかむことで、今後、今年来年っていうのがどういうトレンドになりやすいかっていうのが把握できる。で、それに対して自分たちはどういう対策を打てばいいかっていうのが見えてくるようになるので、まずは過去3期ですね、自分自身で数字を埋めてしっかりと数字を、自社の収益体質を把握するといったことをやってみてください。そしてこれ新しくまた自分のですね、今期、あるいは来期の数字を作っていくときに、まずはこの空っぽのものを使って、これをですね、一気に経常利益、欲しい経常利益を入れて、ここから一気に売上高まで逆算していくことになるんですけども、その時に出てくる問題というのは実はありまして、例えばこの中のですね、こういう率っていったものは先ほど言った過去3期のトレンドから作ることができるんですけども、どうしてもできないものっていうのがありまして、実はここなんですね。欲しい経常利益っていうのの決め方っていうのが実は難しいんですね。そんなのこのぐらいの欲しいんだよねっていうので決めると思うんですけども、実はここにですね、意味がないと、社員の方もついてこないですし、銀行さんも納得してくれないですし、自分自身もですね、ここに意味のない数字を置くと、なんでこの数字を目指してたのかなっていう形でですね、途中で変えてしまったりするんですね。なので、ここの経常利益の決め方っていうのをしっかりと今日はですね、知っていただきたいなと思います。で、ここを決めるには、実はですね、まずですね、貸借対照表って言われるものに、戻る必要があります。で、今のですね、貸借対照表っていうのを見ていただくと、これちょっと会計、なかなか疎い方だったら難しいかもしれないんですけども、損益計算書っていうのは利益を表しているんですね。なので、今期の利益、今月の利益、そういったものを表しているんですけども、貸借対照表っていうのは、設立してから今までですね、いろんなことがあった中の累積の自分の財布の中身を表しているというふうに思っていただければと思います。で、そんな中で、例えば、在庫が50ありますとかですね、今まで設備を買ったり、建物を買ったり、土地買ったりということで、固定資産を60持ってますとかですね、そんなものが見えるわけですね。で、反対にですね、借り入れは実は100持ってて、自分たちが使って、最初に投資した資本金が10しかないよね、みたいな、こういうものが見えてくるんですね。で、これをですね、このまま先ほどの利益の方に持ってこようとすると、実はですね、一体いくら稼げばいいのかというのがよくわからないんですね。どういうことかというと、ここをですね、実は中にですね、棚卸資産の中に実は20ぐらいですね、もう売れないような資産が残ってるとかですね、固定資産60って言ってるんですけども、実はもう本当はですね、もう売ってしまって残ってないとかですね、ほぼほぼ価値がないような資産、土地が特に多いんですけども、3億円で買った土地が実は今1億円の価値しかないとかですね、そういうような形になってくると、
実はそれほど資産がないっていうのが見えてくるんですね。で、資産がないんであればそれ分お金を稼がなきゃいけないんですけども、ただですね、そういったものをですね、全部自分自身で把握してなるべくキャッシュ化するんですね。全く同じ金額になるかどうかは分からないですけども、この棚卸資産とか固定資産の中でもう使わないようなもの、売れないようなもの、これリサイクルでも何でもいいのでキャッシュ化して一旦借入金とぶつけます。で、下げれるだけ一回借入金を下げると、そうすることで実際に稼がなきゃいけないお金っていうのが見えてくるんですね。ここが見えないと稼ぐべきお金っていうのは見えないので、どの利益を持ってくればいいか、何年以内にいくら返せばいいかとか見えないので、結局日々活動していてもですね、借金がどんどん増えていくっていうようなことが起きてしまうんですね。なので、そういうふうにならないために一旦ちゃんと中身をきれいに正直な貸借対照表を作るって私言い方してるんですけども、必ずここの資産の中身っていうのを実際の資産の中身にすると、その上で現金化できるものを現金化して一旦借入金を全部きれいにすると、そうすると本当に自分が稼いで返さなきゃいけない借入金っていうのが見えてくるので、そしてこの借入金を返すために自分が今後いくら返さなきゃいけないかっていったものをやっていくと。そしてこれのメリットは、実際にこの中身の資産のうち使わないものをキャッシュ化するので、売り上げ上げなくても一時的にですね、資金繰りよくできるんですね。そういうような形でとにかくお金と利益を近づけるような動きをして、売り上げを上げなくても資金繰りが良くなるような持たざる経営っていうのをやっていただく。このような形で正直な貸借対照表ができたら、あとはですね、もうシンプルに自分自身で利益をいくら稼いで借り入金をいくら返していくのかといった形で計画を作っていっていただくと。そうするとですね、この利益を蓄えて安全性を高めるといったような経営ができるようになります。なので、先ほどの損益計算書の経常利益の決め方というところで話戻すんですけども、まずは貸借対照表から入ります。利益の計算なんですけども、まずは貸借対照表から入って、自分自身がいくらお金を稼がなきゃいけないのかっていうのを明確にすると。その上で利益計画を立てて、お金を何年で返済するか、まあ、あるいは安全性をどこまで高めていくかっていったところを目標設定して経営を行っていくと。ほとんどの会社さんはこれができてないので、なんかこう事業をしててもですね、なんかお金が足りない、なんか借入金が減らない、まあ、むしろお金借入金が増えていくっていったような常に不安を抱えて経営をされてるんですね。そんな状態だとやっぱり経営って楽しくないですし、ゲーム化なんてもってのは他でできないんですね。そういうふうにならないために、まずはここをきれいにして明確にすると。明確にしてから利益に落とし込んで稼ぐべき売り上げを見つけるといった手順を取っていきます。ではですね、これ例えばの例なんですけども、例えば売上高3万、変動費が1万8000、粗利益、1万8000引くと1万2000と。で、固定費が1万1700あって、経常利益が300だけ出る会社があるとします。まあ、これを比率でいくと、変動費率は 60%、まあ、裏返しで粗利益率は 40%、経常利益率は 1% しかないと。まあ、それでも黒字なんでね、よく頑張ってるんですけども。ただ、この経常利益300に対してですね、実は年間の借入金の返済は3000ですと。で、お金は本当は500貯めていきたい。その場合ですね、稼ぐべきお金っていうのは3000は稼いでいかないと足りないんですね。まず借入金が3000あるので、で、留保500も貯めたいので、そうすると3500のお金を生み出さなきゃいけない。で、ただお金3500生み出したいんですけども、税金っていうのもかかるので、まあ、税金は大体ですね 30% ぐらいなので、これを 70% で割り返していただくと5000、経常利益が5000出て、そこから税金引かれて3500残りますと。で、3500のうち3000を返済して500を留保できると、会社としてですね。つまり目標の経常利益は5000実は稼がなきゃいけないですね、この会社さん。今経常利益300ですけど、これを5000返すと、あ、5000で利益を上げる。ただ、ここがまず最初の一歩でですね、この5000稼がなきゃいけないっていうことが分かるだけでも、これゲーム化の一歩目なんですよね。そもそもの会社さんは、この300で常にやりながら、いや、これ1000稼げばいいのかな、2000稼げばいいのかな、みたいなことをやりながら、
頑張って目標2000で立てて2000の目標達成したとしても、これ2000目標達成しても結局お金って減らないんですよね。借入金が全然これ足りてないので、また借入れしなきゃいけないっていうような状況になっていくと。そういうふうにならないためには、まず自分自身がここの目標をいくらにすればいいのかっていうのを明確にすると。それが見えてくれば経営自体はやりがいがあって、ちゃんと前にですね一歩ずつ進めてるっていう実感が持てるんじゃないかなと思います。はい、じゃあまずはですね、さっきここ5000って出たので、もう一度ここ5000って入れてみます。そして固定費、こうやって一旦ですね変わらない前提、もう毎年固定費ってのはかかるので、まあ、大幅なですね、人のリストラとかですね、支社、まあ、工場の閉鎖とか、そういうようなリストラしない限りは、固定費は基本的には一緒なので、固定費はそのまま金額を置いておくと。そうすると、稼ぐべきですね、必要な粗利益っていうのが見えてきます。はい。先ほど言った労働、損益分岐点比率っていう考え方も近いんですけども、経常利益と固定費を足した金額を粗利益として稼いでないとこの部分は出てこないよと、そういう意味ですね。そしてこの粗利益を変動比率で割り返す、そしてここの粗利益率で割り返すと目標の売上高が出てきます。で、先ほど売上高3万という数字だったんですけども、ここから逆算していくと41,750といった数字になります。そして今までですね、3万の売上しか稼げてなかった会社がですね、いきなり4万稼げって言われてもですね、なかなか難しいんですね。 30% ぐらい売上アップしなきゃいけないので、なのでこの方法っていうのはすごくシンプルで、目標の売上高っていうのは簡単に分かるやり方なので非常にやりやすいんですけども、ただこれではまだまだ足りない。なのでこういう時はもう一周やります。まずこれ5000と、ここはフィックスですね。この金額稼がなきゃいけないので。そしてこの中の固定費の中で人件費はこれ削れないので、よくですね、すぐ人のリストラとかですね、人件費を下げればいいとか、商品をカットすればいいって話出るんですけども、まずここはですね、必ずキープしながらも、まずはその他の固定費ですね、そういったところで減らせるものを探すと。そうすると、ここの粗利益額っていうのは先ほどよりも小さくなる。をまず見直すと。そして変動費の削減目標もしっかりと立てると。今かかっている原価であるとか外注であるとか、ここインパクト大きいので、ここの変動費をどれだけ圧縮できるかっていうのを計算していくんですね。で、ここの目標を立てて率、さっきは60と40だったんですけども、57と43、 3% なんとか削減を目標を立てて数字を入れてみると、そうするとですね、変動費っていうのは先ほどよりも下がって、売上高も3万7000まで下がります。これでも 20% アップなので、かなり厳しい数字は厳しい数字なんですけども、こういった形で、まずは数字遊びでも構わないので、何をどういじれば本当に達成可能な売上高というのが見えてくるのか、自分自身で把握することですね。これを把握しないと、どこに向かっていいのかわからないのと、ルールも明確じゃないので、ゲームとして成り立たないんですね。なのでまずはこの表を使って、とにかく自分自身で、どれだけの売上を作ればいいのか、どれだけコストを削減すればいいのかっていうのを明確にしていくと。そしてこれができればその通りに動いていけばいいということになりますので、ただとにかくここですね、経常利益、ここをまずはさっきの手順の通りいくら稼げばいいかを明確にする。そのためには貸借対照表を使って、返済しなきゃいけない借入金の額っていったものを明確にすると。で、これを何年以内に返すのかをしっかりと計算すると。そうすると稼がなきゃいけないキャッシュが見えてくる。じゃあそのキャッシュを稼ぐためには、まあ、税引き前に戻して必要な経常利益が見えると。で、必要な経常利益が見えればですね、あとはそれを固定費と粗利益と出していって、またこれを率で割り返して売上高を見ると。この手順を使えばですね、必ず自分自身が何をゴールセットすればいいかというのは見えてきます。まずはここをファーストステップにしてもらってですね、まずここの利益を見つけて売上を見つける。その中でこの後にですね、戦略だとか、組織だとか、教育だとか、いろんなものがあるとは思うんですけども、そういったものを考えていってほしいなと。
ただここを作らずにですね、いきなりそっちに行くとですね、迷子になってしまってですね、経営自体はですね、なかなかやりがいというのを見出せないようなものになってしまうので、ここを見つけて、これを社員の方にも共有してですね、一丸となって、会社を強い会社に変えていってもらえればと思います。はい、本日は以上になります。ありがとうございます。自分になる東京コンサルティンググループ。